本日も、石丸神事スペシャルの時間が、やってきてしまいました。さて、石丸様の支持者から、様々な攻撃を受けていた、という証言を、複数の議員がしています。それでは早速、集英社オンラインの記事から引用します。記事タイトル、暴走する石丸信者の横暴、対立議員の住所を晒し深夜に、丸ね、と電話、頭髪が薄い議員の自宅には育毛剤、被害議員は、8月に石丸の映画が公開されたらさらにひどくなるのでは、これには石丸派からも、やりすぎ、の声、都知事選での大健闘とその後のテレビ出演での歯に衣着せぬ物言いから、痛快、パワハラ上司を彷彿とさせる、と賛否両論の石丸信じ氏、41。さらっと、エッジの効いたワッチを言っててさささんパワハラ上司を彷彿とさせるというのは、なかなか切れ味のある悪口です。でもどうなんでしょうね。あの感じだと、石丸様は上司になるほど、出世できない気もしますが、まあでも、自称アメリカ大陸を一人で丸ごと担当していた男ですからね。と出世していたのでしょう。何せアメリカ大陸の覇者なのですから。1期目で市長の職を去った広島県安芸高田市では議会との対立の構図を自ら演出したが、その陰では、居眠り市議、と断罪したベテラン市議が無念の死を遂げていただけでなく、複数の議員が深刻な中傷や嫌がらせの被害に苦しんでいた。居眠りの件は、本当に胸くそ悪いです。しかも石丸様の支持者の間では、未だに石丸様が正しくて、議員が悪いという設定になっていますからね。それもこれも、石丸様が自分の非を認めずに、謝らないせいです。そういうとこやぞ、石丸。そういうところ本当に良くないから、これから一つずつ直していこうな。しかも石丸様は、自分のせいで議員が攻撃を受けているというのに、政治家なら攻撃されるのは当たり前のこと、と開き直っていましたからね。違うんですよねー。そういうことじゃないんですよ。石丸様の切り抜き動画が、流れを無視して一方的に相手を悪だと決めつける、かなり悪質な内容で、情弱がそれに騙されて議員を攻撃する、という構図そのものが問題なのです。そういう狂った図式は、かなり珍しいです。それなのに石丸様は、政治家なら攻撃されるのは当たり前、と話をすり替えています。なんだろう、ひろゆきさんの介護官みたいなことをするの、やめてもらっていいですか。石丸様とひろゆきさんが、もし対談したら、二人揃って一生論点をすり替え続けて、永遠に話が終わらなさそう。唯一の対処法は石丸がいくらツイートしようが無視すること。石丸氏は市長時代に SNS で女性市議のことを、恫喝された、と名指しで糾弾し、女性市議に名誉毀損訴訟を起こされて敗訴した。1、対処法が無視するしかない、というのは、ちょっと堀口秀俊みたいで笹さんだ。また、本会議中に居眠りしていたことを石丸氏に、恥を知れ、と断罪された男性市議は、嫌がらせを受けた末に胃の持病が悪化し、今年1月に死去していた。4、しかし、被害者はそれだけにとどまらない、現職の男性市議の一人が語る。ほとんどの議員が、ネットでの誹謗中傷やいたずら電話など何らかの嫌がらせなどを受けているんじゃないかね。唯一の対処法は石丸がいくらツイートしようが無視すること。嫌がらせに対してもとにかく無視。反応するとこちらも巻き込まれて火だるまになるだけだから、そもそも石丸は就任当初は古株の市議らとも飲みに行ったりして、僕も二次会ご一緒します、みたいな感じだったんだぞ。そこからのあの状況だからな。それに石丸はとにかく質問に質問を被せて相手の上げ足を取り続けるわけだから議論にはならないわな。しかも再生回数が稼げるからか、YouTuber たちが議会動画の切り張りをし続けるからどんどん議会の方が、アホ、とか、老害、みたいなイメージになっていくわけだ。確かに、議員の受け答えにも、至らない部分があったのは確かです。しかし、田舎の自治体の市議なんて、あんなものですよ。あれが普通です。だって、公約を削除して逃亡した小池百合子様ですら、東京都知事になれるんですよ。田舎の市議なんて、組織票があれば、割と誰でも通るレベルです。しかし、田舎の市議が拙い受け答えをしたからといって、全国の無関係の人から、声高に糾弾されるほどのことだとは思いません。田舎の市議会なんてあんなものですから、むしろ大げさに騒ぎ立てて、結果的に議員を攻撃する流れに誘導してしまっている。石丸様が悪いです。なんか石丸様は、やり方が下手くそなんですよね。議会と対立するにしても、もっと大人なやり方があったはずです。本来あそこまで影響力を持ってはいけない人間なのです。だからうせろ、もろちん、便乗して切り抜き動画を量産している人たちにも、一定の責任はあります。広島ホームテレビが制作して今年5月に公開されたドキュメンタリー映画、シャープつぶやき市長と議会の起きて劇場版、も石丸信派たちには抵抗勢力叩きの燃料になったようだ。この映画が新たな誹謗中傷を呼び起こしたし、これをベースに8月には役者を使って撮った映画が公開される。名指しされた市議たちはモデルにされて役者が演じるんだからたまらんだろうな。わざわざ映画まで作られるとか、なんかうさんくさくないですか。なんだか100日後に死ぬワニを彷彿とさせる、謎のゴリ押しです。その映画では、石丸様が診断書をシュレッダーにかけたところとかも、きちんと描写されるのでしょうか。どうせ石丸様を持ち上げるだけの、プロパガンダ映画になりそうな気がします。石丸様のヤバさを描いた映画なら、評価できるんですけどね。しかし、石丸様のおかしさが広まりつつある中で、映画が公開されるあたり、ちょっとタイミングがこれじゃない感がして面白いです。おそらく前から決まっていたのでしょう。私はたずら電話や脅迫電話にも、どちら様って尋ねて名乗らなかったら切ってしまうからいいけどさ、これまでも、ストレスで頭髪が薄くなった市議のところに育毛剤が届いたりする嫌がらせもあったらしいよ。最近はだいぶ減ったけど映画でまた露出されたら嫌がらせは増えるかもな。また髪の話してる。これは、人として許されざる侮蔑だろ。育毛剤を送った人は、それが相手に効くと思っている時点で、多分ハゲだと思います。偏見。連日嫌がらせの電話、支援者にまで誹謗中傷をしたり、石丸前市長に勝訴した女性市議も、激しい嫌がらせやいたずらに辟易しているという、近親者がこう証言する。元は参院選広島選挙区をめぐる買収事件で、前報酬から60万円受け取ったとして市長が辞職し、政治再建を掲げて当選したのが石丸氏ですから、半ば思い込みのように、腐った議会、という見方をしていたのでしょう。竹岡議員の居眠り騒動以降、石丸氏と議会との対立が始まりました。SNS に投稿を繰り返す石丸氏に対して議会としては、当人に直接指摘すればよいだろう、と申し入れるために石丸前市長を協議会に呼び出したところ、石丸氏が、数名から議会の批判をするな、選挙前に騒ぐな、敵に回すなら政策に反対するぞ、と説得？恫喝あり？とツイートしたんです。この時点では、女性市議は全く思い当たる節がなかったにもかかわらず、市議選の公示日に石丸氏が北に名指しで、恫喝された、とつぶやいた。ああ、これは完全に悪意がありますね。これはちょっと擁護できないですよ。悪意をビンビンに感じる。しかも、石丸様がこの女性市議から訴えられて、高裁で敗訴しているというね。お前どの面下げて、テレビに出とんねん、という感じがいたします。その後は嫌がらせがひどく、女性市議の自宅に深夜帯まで、丸ね、だとか、今すぐやめろ、という電話が連日10回以上もかかってきたり、SNS のコメント欄は誹謗中傷で埋め尽くされた。さらにコメント欄に応援のメッセージを寄せてくれた支援者のページにまで行って誹謗中傷をしたり、女性市議の家の位置をマークしたネットの地図情報を掲載して悪口を書くなど常軌を逸した嫌がらせが続いた。数は減っていますが、そういった脅迫やいたずら電話は未だにあるようです。敵と認定した人や、応援している人にまで嫌がらせをする。完全にやっていることが反射です。リバイコアンチや、岩下食品を攻撃していた限界左翼みたいなものです。本当にクソ迷惑な集団です。もろちん、石丸様に責任があるわけではありませんし、支持者が勝手にやっているだけですから、全員に連帯責任があるとも思いません。ただ、このような迷惑行為に対して、支持者の間で諌める意見が、あまりないのが残念です。というかそれが、彼らの民度を表しています。石丸様もいい加減、こうした支持者の暴走に対して、定期的に忠告をするべきです。止めない以上は、支持者を先導していると言われても仕方ありません。例えばひまそらあかね様は、余計なことはするなと定期的に忠告しています。それが普通なのですが、石丸様にはどうやら普通のことができないようです。どうやら銀行では、普通のことができなくても、アメリカ大陸を一人で担当できるみたいですね。というわけで普通のことができない人は、ぜひ銀行員になってみてはいかがでしょうか。女性市議が市長相手に訴訟に踏み切った背景には、こうした事情があったのだ。読んで報じた通り、半年前に亡くなった竹岡市議が受けた攻撃も目に余るものだったようだ。別の市議がこう証言する。2021年8月の豪雨被害が一番ひどかったのは氾濫した多治見川一帯ですが、そこは竹岡市議の地元でした。竹岡さんは市職員出身で災害対応を熟知しているので、すぐに被害届を出さなきゃ、と書類を用意して地域を10カ所以上回っていたんです。そんな人が現場を見て、大したことはないの、なんていうわけがないんですよ。それを石丸前市長は、市民から聞いた、として竹岡さんの発言として言いふらした。石丸さんはこういう、人の名誉を傷つけるような大嘘を、平気で言うんですよ。この話は、本当なのでしょうか。もし嘘だったら、石丸様は集英社オンラインを、訴えた方が良いんじゃないでしょうか。ただここで思い出してほしいのが、漫画賢者のエピソードです。石丸様は漫画好きをアピールしているものの、読んでいたら誰でもわかるような質問にも、答えることができませんでした。読んでいない漫画から、何度もセリフを引用したり、好きと言ったりするのが、石丸信二という人間なのです。あくまで意見論評ですが、そんな石丸様なら、この記事に書かれていることが、もし仮に事実であったとしても、特に驚くようなことではありません。石丸様は、市民から聞いた、とのことですが、そもそも市民から聞いたという話自体、本当なんですかね。もしそれ自体が嘘だったと仮定したら、いや、これ以上はやめておきましょうか。ただ、漫画賢者の話や、相手を貶めるために恫喝されたと嘘をついた話などからすると、石丸様は日常的に嘘をつく癖があるのでは、と思われても仕方ありません。あくまで意見論評です。もちろん竹岡市議は、僕はそんなこと言ってない、と激怒して、対石丸には個人よりチームを組んで対応した方がいい、と呼びかけて、清会、という会派を発足したんです。チームを組んで対抗される男、石丸信二。いやー、秋田方氏は、石丸様をリリースすることができて、本当に良かったですね。おめでとうございます。こんなのが市長だったら、市議会は政策等について議論するどころの話ではありません。この市議が、石丸メソッド、を詳しく解説してくれた。石丸メソッド、はさすがに笹ファンだ。石丸さんは一回標的に定めたら、その人が議員を辞めるまで攻撃をやめないと、だから終わったと思ったらまた何かを重ねて再燃させるという波状攻撃をするんですね。議会の切り張り映像を使って繰り返し刷り込みを図る手法は見ていて恐怖を覚えるし、石丸神父と言われているような広島ホームテレビの映像を見る人たちは石丸氏が、大嘘つきだと言われても信じないでしょうね。あれかな、堀口秀俊界隈で、堀口学が発展したのと、同じようなものでしょうか。秋田方氏の市議たちの間では密かに、石丸学が発展していたようです。意外にも、石丸様の行動パターンは、ある程度分析できていたようです。堀口くんと違って、研究対象と直接話すことができるので、パターンの分析などもおそらくしやすかったのでしょう。石丸信者の特徴は40から60代男性。石丸信者の特徴については、こう分析する。市議会の傍聴には多い時は70名以上来ていましたが、40代から60代の男性が多い印象ですね。その中には議会の映像の切り張りで再生数を稼いでいる YouTuber もいたと思いますよ。旅行のついでに、石丸さんを一目見たくて、というご夫婦もいました。いたずら電話や脅迫電話、メールは私を含めてほとんどの議員が受けていると思います。職員が5人しかいない議会事務局にもそうした電話はかかってくるので、仕事の効率は悪くなります。そんなことしても石丸氏本人のためにはならないとわかりそうなものですが、クソみたいな嫌がらせや、迷惑行為をしている、限界左翼やリバイコアンチも、40から60代ぐらいの、リアルで終わっている人たちがものすごく多いです。石丸様の熱烈な支持者は、どう考えてもただの情弱なので、これはわかります。石丸様の熱烈な支持者のコメントって、具体性がなくて、抽象的なことばかり書いていて、日本語もなんかおかしいんですよ。40から60代ぐらいの人の中で、お世辞にもあまり頭が良いとは言えない層が、書いている。という感じがします。それにしても、事務局の仕事にも影響が出ているのに、全く自身の言動を顧みない石丸様。ガチで王じゃないですか。陳は 100% 正しいのだから、周りにどのような迷惑がかかろうとも、陳のせいではありませんよね、と言わんばかりの勢いです。なんやこれ一体、頭おかしなるで。ただ、石丸前市長は常日頃、秋田方氏に関心を集めなくてはならない、と、あのキャラクターと物言い、SNS を使った戦略で実際に注目を集めたので、その意味では成功しているわけです。しかし、この石丸派から見ても、やりすぎ感、は否めなかったようだ。ふるさと納税が増えた。というのは評価できますが、各方面に迷惑がかかっているので、プラマイゼロどころか、トータルではむしろマイナスです。ふるさと納税が増えたのも、あくまで一過性のものでしょうし、石丸様がいなくなったら、すぐにまた元通りになるはずです。例えば竹岡市議の場合は嫌がらせの電話は奥様にまで向かっていたわけで、石丸前市長もそのことを知っていたなら、やり方を変えてもよかったと思います。石丸さん自身も実家に記者が取材に行った際に激怒していましたしね。もちろん、石丸前市長がTwitterで発信するのと、記者が実家に取材に来るのは違いますが、結果的に家族がストレスを感じるという意味では同じことをしているわけです。確かに、議員の家族や支援者に嫌がらせの矛先が向かっている中で、何の対応もせず開き直っていた石丸様が、家族への取材にブチ切れるのは、ちょっとダブスタな気もします。もろちん、家族への取材はダメですけどね。ただ、石丸様もめちゃくちゃやっているので、どっこいどっこいですね。どっこいどっこい。自分は好き勝手やるけど、自分が被害を受けた時は、マジギレして大騒ぎする。本当に石丸信じです。また、石丸さんは記者会見で毎回、中国新聞の一記者を、それが中国新聞の見解ですかと、まともに答えられないような詰め寄り方で吊るし上げていました。これでは他の記者も自由に質問できないし、言論統制のように見られかねない。心配した市議の一人が宣言したところ、間違ったことはしてない、と聞き入れなかったそうです。この話もひどいですけど、これ以外にも、石丸様は散々忠告されているはずです。しかしそれでも、全く聞き入れなかったのでしょう。裁判で負けたのだから謝罪するべきでは。という至極真っ当な指摘を、複数の人から受けたとき、石丸様はわけのわからない掘り靴を展開して、開き直っていましたからね。あの対応を見る限り、他人からの忠告を、まともに聞くことができない人間に見えます。なので、この記事にあるエピソード以外にも、他人の忠告を無視したエピソードは、おそらく無数にあるはずです。石丸信二、41歳、京大卒の元メガバンカーでニューヨーク帰りの独身エリート、都知事選で吹き荒れた石丸旋風と拡散させた信者はまだまだ世間を騒がせそうだ。ニューヨーク帰りの独身エリート。って、心なしかちょっとバカにしててささとんだ。石丸様と、その支持者に対する、強い怒りを感じる記事でした。記事を書いた人は結構怒っているんでしょうね。集英社オンラインの記事は、以上になります。なおこの記事に対して、精神保健福祉士の方が、クレーム対応についてコメントしていました。引用します。精神保健福祉士という資格があるので、これ持ってるから、こんなクレーマーも対応できるでしょといった感じで、いろいろな精神障害の対応を押し付けられる。中でも境界性パーソナリティは対応が難しく、自分より権威のある他者を自分のこととして取り込み、異常な攻撃性をむき出しにしたり、また、攻撃対象には異常に執着する傾向がある。論理的に差としても、決して受け入れず、話題をそらしたり、見下したりして相手にしないことで自分が優位に立とうとする。これらの人に共通することは、社会性が保てず、自らがシャットダウンすることで、最後は社会から孤立してしまう。非常に対応は困難で、正直さじを投げたい。こういう感じで、頭がおかしい人のクレーム対応で、まともな人が精神を削られるのは、おかしいです。クレーム対応について、社会全体で考えていかなければならないと感じました。一部の企業ではクレーム対応について、クレーマーの情報を共有するなど、新たな対策を取り始めています。例えば近い将来、とあるお店で訴訟をしでかしたクレーマーは、他の店も出禁になる。みたいなシステムが確立されるかもしれません。迷惑なクレーマーは、どんどん社会から排除して、ペナルティを与えていかなければなりません。さて、次行きます。次はフラッシュの記事から、引用します。山根市議に対しては、2020年10月1日に敵に回すなら政策に反対するぞ、と説得、恫喝、ありと投稿し、その後、名指しで糾弾したことが始まりだ。これについて広島高裁は恫喝発言は、なかった、と認定している。安芸高田市の方針に対して、同市側の補助参加人だった石丸氏は、すでに7月4日に最高裁に上告している。一方、安芸高田氏と同様に高裁判決を上告しない意向を示している原告の山根市議、実は、彼女はここまでの裁判の経過や、議会での市長時代の石丸氏との応酬などを、自身のホームページに掲載している、活動報告、で克明に記しているのだ。そこで今回、本市は山根市議に取材を申し入れた。しかし、彼女からは、私からお話しすることはありません、とだけ回答があった。ただ、取材を続けていると、一連の石丸氏と山根市議の裁判の影響を長らく見てきたという安芸高田の市政関係者に話を聞くことができた。山根市議が取材に応じない理由について、この関係者はこう話す。石丸氏の主張がメディアによって報道されたことで、クソババア、議員やめろ。居眠り、恫喝やるようなババアはいらん、といった誹謗中傷のメールが、山根氏に届くようになったんです。全く関係のない居眠りまで、山根氏がやったことにしたりしてね。最初の頃は30件くらいだったが、日を追うごとに増えていったそうで、山根氏は相当、傷ついていましたね。辛かったと思います。山根市議は居眠りをしていないのですが、なぜか居眠りをしたということになっているみたいです。もうめちゃくちゃです。石丸様の嘘によって、これだけ山根市議が叩かれたというのに、当の石丸様は、裁判で負けても謝罪する必要はありませんよね、というスタンスです。舐めてんのかなあ、舐めてんのか石丸。神羅万象を舐めてるだろお前。しかも、山根市議に対する攻撃は、これだけではありませんでした。石丸氏を提訴した後も、裁判を取り下げろ、などのメールが山のように届いた。東京都知事選への出馬を決めてからも、悪質なメールは届いてきてね。いわゆる石丸信者の仕業だと思います。今回、取材に答えると、また、火がついたようにメールが来るかもしれない、と信者の攻撃を恐れているわけです。もろちん、これはあくまで推測です。ただ山根市議が、取材に答えたくないというのは、なんとなくわかります。例えば、石丸様を批判する動画を投稿すると、一部の動画には、石丸支持者が群がってきて、頭の悪いコメントを大量に書き込んできますからね。取材に答えて、石丸様に批判的なことを言うと、またターゲットにされて、嫌がらせが再び加熱するかもしれません。石丸様の支持者がやっていることは、攻撃をすることによって、結果的に被害者を黙らせるという、まるで反射のような行為です。こんなことが、果たして許されて良いのでしょうか。全く止めようとしない、石丸様の見識を疑います。政治家として以前に、人としてどうなのでしょうか。そもそも、山根市議が標的にされたきっかけは何だったのか。石丸氏が市長に着任して、初の議会の一般質問で、山根市議は、地域振興会組織の重要性を説きました。歴代の市長は、地域振興会組織と対話を行い、街づくりを進めてきたことを伝えたんです。あとは、石丸氏が北を用いて、特定の市議を落選させようとする動きを示唆した際に、山根市議は、議会を牛耳るんですかと聞いたことも、石丸氏は、嫌味な奴だ、と感じたのかもしれません。あとは女性だから、攻めやすいと思った部分もあるんでしょうか。前室の関係者、以下同、市長時代の石丸氏は音声記録にも残っていない恫喝を主張し続けた。2020年10月31日には私は、恫喝を受けた、と問題提起をしました。議会は発言の事実を認め、さらに、受けた側の感じ方で恫喝となる、とまとめましたと投稿することで、山根市議が恫喝を認めたかのような架空の事実を風潮していた。石丸様の支持者の間で、よく言われているのが、山根市議は恫喝した事実を認めた、という主張です。しかしこれはデマです。議事録を読めばわかる通り、認めた事実はありません。石丸様のポエムを読んで誤解しているのか知りませんが、支持者はいい加減なデマを流すのをやめてください。石丸様のポエムに心酔する前に、議事録を読んでください。議事録を。あれ、ちょっと待って、これ通帳ではなく、吹聴の間違いでは、堀口秀俊君と同じ間違いをしててささかんだ。ママ A は、許したる。今更市長を取り下げると、石丸氏は自分の位置を保っていられないと思っているのではないでしょうか。一審の広島地裁での公判で、山根市議は、彼は嘘を言い続ければ、それが真実になると思っている人です、という言い方をしていましたね。なるほどですねー。成功した堀口秀俊、これ以上は、リーガルのコメントでお願いします。石丸氏は、当選した市長選の時から、政治再建、を掲げています。確かに、河井克行元法務大臣の事件で、秋田方市議も3人辞職し、その前には着任したばかりの市長が辞職したこともありました。そのため、彼の頭の中には、秋田方は腐りきっている、と思い込みがあったのでしょう。その思い込みのせいなのかどうかは知りませんが、彼の言動を見ていると、何かあったら市議会を叩いていこう、というような計画めいたものを持っている印象を受けましたね。それもあるかもしれませんし、議会でレスバしている様子が、謎に YouTube でバズっていたので、レスバトルをすれば、また YouTube でバズるかもしれない、という下心もあったのかもしれません。いずれにせよ、政治家として終わっていることに変わりはありません。中略、また、2024年3月の議会で、山根市議が質問している際、石丸氏が地方交付税の、普通交付税、と、特別交付税、を取り違えた状態で突如、山根市議を糾弾する発言をしたんです。これについて、山根市議はその場で石丸氏の尻滅裂さを指摘しましたが、多くの石丸氏を称賛する切り抜き動画では、その部分がカットされていました。東京都知事選挙で2位になった石丸氏、しかし、その直後のインタビュー対応によって、猛批判を浴び、一夜にして評価が逆転した様相だ。そのことについても感想を尋ねた。それは私たちもそうですからね。石丸氏を選んだことは、誤ったかもしれないです。確かに選んだけれども、中身がこういう方だとは思いませんでしたから、今でも、まさか、という思いでいます。7月12日深夜には、フジテレビ系の、オールナイトフジコに出演し、女子大生と共演を見せるなど、イメージ戦略を変更している石丸氏。だが、多くの東京都民は今、秋田方市民と同じ気持ちでいるだろう。フラッシュの記事は、以上になります。さて、次の話題に行きます。都知事選で、推しの候補がいることをほのめかしていた、ワンオクの高様が、石丸信治様の支持者であることを明言しました。この件に関する、日刊スポーツの記事から引用します。高は都知事選投開票日前に行ったインスタのライブ配信で、フォロワーたちに投票を呼びかけるとともに、自身が推し候補者について、名前は出さなかったものの複数のヒントを出して匂わせていたことが話題になった。米国在住ということもあり投票はできなかったことを明かすとともに、でもまあ一応、自分の中ではこの人に入れたいなっていうのがあって、あの後、皆さん、誰だってお話をされてたと思うんですけど、と言及。あの場所でもろに名前を言うのも違うのかな、と。でも良かったなと思ったのは、話したことによって賛否両論あるとはいえ、話題になって、ちゃんとみんながそれについて議論をするということが民主主義のあり方としてすごく良いことだと僕は思う、と振り返った。高様の表現では、推しの候補はひまそらあかね様ではないか、とする解釈もありました。解釈の分かれる表現を使っていたので、石丸様だとは断定できなかったわけです。それなのに、X の中国系の工作アカウントが、高は石丸推し、と投稿しまくっていたので、若干の違和感はあります。深読みすると、まるで高様が、石丸信治様を支持していることを、確信していたかのようですね。高様の言い方だと、8割方はひまそらあかね推し、という感じでしたが、また、リリースした新曲のジャケットで書かれた姿が、石丸氏を彷彿とさせるものだとして一部で話題となったことについても、これはすごい僕もびっくりしました、と触れつつ、アートワークは都知事選よりもはるか以前に準備されていたものだと説明。まあぶっちゃけ僕は石丸さんを推してたので、これは面白いマッチング、面白いことあるんだな、と、石丸氏を支持していたことを明言した。妙な偶然もあるものですね。もろちん、たまたまでしょう。石丸氏とは会ったことがなく、人間性なども知らないとした上で、支持した理由については、今この時代にどういう人が必要かっていうこと、既存のやり方を貫き通して僕らはそれにイライラが募っている、と説明。もちろん自分たちが選挙に行かなかったことも放っておいたことも悪いんですが、やっぱりみんなで日本を良くしようっていうことが大前提にあるので、こういう立場で発言して賛否両論あるのも分かってますし、それでもやらなきゃいけないことがある、と、自身の発言が物議を醸したことを振り返りつつ、今回は石丸さん残念でしたけど、また次のアクションを起こしてくれる時に期待をしたいですし、他に立候補された方も見て素晴らしい人たちがいっぱいいて、日本のことを考えて動いてくれてるんだなっていうすごく強く感じましたので、これに刺激を受けた若い子たちが政治というジャンルで手を挙げて、これからの時代に合った形で若い政治を考える人たちが出てきてくれたらと思います、と話した。なんか石丸様の支持者って、こういう感じで、抽象的なことばかり言う人が多い気がします。〇〇の政策を支持するから、とかではなく、なんとなくやってくれそうだから、若い政治家だから、既存の概念をぶち壊してくれるから、みたいな、お花畑全開の感想を語っている支持者が多いです。これが例えば、高様が、今の東京都には〇〇という問題があって、石丸さんの〇〇という政策によって、〇〇という感じで改善できるから僕は支持している、みたいな感じで、きちんと理屈で説明できれば、また印象が違うんですけれども、虚無を支持する人も、また虚無である。という、非常にわかりやすい図式なのでしょうか。それにしても、当初は石丸様を推していたインフルエンサーが、こいつやっぱりあかんな、と察して、次々と逃げ始めているのに、このタイミングで支持を表明するあたりが、さすが高様です。なお高様は以前、俺は、日本のメディアも政府も信じない、と SNS に投稿したことがあります。なお高様は過去に、ごぼうの党の党首、メイウェザーの試合で、花束を投げて炎上した、グラサン野郎、と YouTube で対談したこともあります。なんというかまあ、という感じです。こういう人なら、石丸様を支持したとしても、そこまで不思議ではありません。こういう層を取り込んでいるのが、石丸様なのでしょう。最後に自前の広告が流れます。お知らせです。レイヤーの Amazon おすすめ商品をまとめたページができました。レイヤーのおすすめのワインやお酒、おつまみ等を一覧で紹介しています。詳細は概要欄からどうぞ。最後までご視聴ありがとうございました。